はい、こんばんは、ギタリストの竹下敦です。今回ご紹介するのはこちら、オベーションアダマスです。非常にね、いい音がします。まず音の方を聞いてください。皆さんご存知の禁じられた遊びの前半部分です。このオベーションアダマス自体はね、すごく弾きにくいギターなんですよ。なんですが、非常にね、温度変化に強い。例えば今日のように、雨が降って、湿度が上がったような状況でも、ハリボディがね、樹脂製なんで、極めて、収縮率がね、低いんで、変化してかないんですよね。で、私は毎日、友達の誕生日に、歌を歌わせていただいてるんですが、とにかく圧倒的な安定感ですね。はい。ペグ、ナット、そして指板とね、指板はだいぶね、私の手 の、 あの汗で、色が変化してきたんですが、私のね、このスタジオに来た頃はもっと薄い色だったんですよね。皆さん、アダマスさんお持ちの方どうですか。私の、ね、指板だいぶ変色してると思うんですが、はい、で弦は、私は、ダダリオのスパーブロンズを使用しております。はい、これも圧倒的にですね、使える期間が長いです。コストパフォーマンス高いです。こちらですね。はい、私は、012、053というね、ライトゲージ、一般的なアコースティックギターに貼られているゲージよりは太いものかもしれないですね。はい、私は弦が太ければ太いほど音がいいと信じているので、このダダリオのフォスパーブロンズを使用しております。はい、今日ね、アルタナイルってご紹介するのは私のメインギターですね。はい、こちら、オベーション社の、アダマスでした。楽器がね、1台あると本当に人生は豊かになります。アルバイトして買うもよし、ちょっとお父さんお母さんにおねだりして買うもよし、できればね、学生さんでアルバイトが許されているとこでしたら、アルバイトして、できればローンを組まないでね、買うと気持ちよくギターが弾けるんじゃないかなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ギタリストの竹下敦でした。 See you next time です。じゃあね。